ましたか？ウェブあるリップスポンサー。スポンサーとスタさんいっぱい金持ってるんだからな、ね、使えば。バカか、チーム買うなんてどんだけかかると思ってんだよ。オールイン見づらいらしいね。いや俺なんか感じた、俺も見づれえからさ。このスキンいただいたんだ。全てはカード次第、うん、コラプトが強いって言われな。タイムワープトニックが強い。あ、音が聞こえないんだな、ピンみたいな。うわー届くんだそれ。あー、なんか PUBG 部門セブンスめっちゃ活躍してるらしい。いや、まあまあリスナー視点だったら面白いけど、今回のギスに関しては俺に実害が出るかもしれないから。休んでる暇はない。ファーストブラスト。リワエット。あわわわわわわ。真面目にやる感じ。いつも真面目だよ。お願い。うざ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 。チームリキッドに入らねえよ。チームリキッドにはとりあえず入らないよ。そんな話は来てない。ああ、そうなんだ。いや、他人事は、まあまあ他人事だもん。超他人事だからさ。うん。今のって甘えのうちに入るかい？昨日10連勝してしまったの気持ちいいの。マジか、勝たないとな。来てない、来てない。これさ、やばい、大やばい。これの俺メジャー結構買うよ。メジャー系結構買うよ俺。オレリオンソルとか TF とかで、ダークシール絶対買うんだ。ダークシールのスタックが10になったら俺買うことにしてる。配信では10たまらねえからな。でもダークシールは詰めだろ。何疑ってんだよ。その代行みたいのも、ずっと君たちが言ってると本当だと思う人が出てくるからやめて。本当じゃねえもの。知らん。敵を倒しました。厳しいわ、国の真似って。この有利を他のレーンに還元してあげないとな。いいだろう。カクとの喧嘩。カクも俺と同じ、なんか楽観視をするというか、楽観視をするってなんていうの、なんていうのこういうのって。そう、楽観的みたいな、そういう感じなんだよね。休んでる暇はない。確率もそうだよ。そうそうそう。What the fuck？敵を倒しました。君たち不祥事好きだな。俺が何かやらかしたらとんでもなく燃やすんだろうな。それだけは想像できる。ほっとそこまでだ。まあだからインドアの人って燃えない。俺なんかそこな気がするんだよな。
俺もなんかアウトドアっていな感じだったらなんか燃える要素ってあったかもしれないけど、生粋のインドアってあんまり燃えない。出会いもないし、悪劇やってない。悪劇は対面がなんか朝日の時だけらしい。陰キャ詐欺、休んでる暇はない、うん、本当に言ってる人いそう。陰キャ陰キャ言っといてお前結婚してんのかよって。敵を倒しました。わった。死んだし。敵を倒しました。痛い痛い、ずっと痛い、ずっと痛い。ありがとう。それ君が死なない？どうだろう、フラッシュは。敵を倒しました。ナイス。素晴らしい、ナイスだ。タムキンありがてえな。ガッチ。そう、給油上げさ、前回の配信で試したんだけど、多分チャレンジャー並みのスキル精度がないと無理。意味じゃな。俺の多いシーンの需要よ。10日から？え、もう始まってんじゃないのあれって。なんかアジア大会のは放映権がどこにもないんじゃないの。味方が倒されました。いやマジか。味方のタワーが破壊されました。ナイス、味方が倒されました。敵を倒しました。味方が倒されました。もうちょっと耐えられればな。あら、どうした？あら、どうしたの？すべてはカード次第。マジで足早いよ。なんか戦闘前に2番連打したら集団戦 MS すげえ早い状態で入れるからな。1面勝ったらメジャー行こうかな。別に今回ゾーニャとかそんな必須じゃないしな。俺じゃないんだよな。わった。ナイス、グッド、素晴らしい。カードを落ちちゃうぜ。そう、味方強い。てかエコーがかなり介護してくれたからな。あ、それを今回俺も還元できた。味方がタワーを破壊しました。
そうだ、してない。DF なんか昨日かなりやったから勘が戻ってきた。いやーそれはきつい。味方が倒されました。いや知ってる知ってる知ってるわ。センキューサブスクライブありがとう。ラフなんだっけこれ、お前聞いたんだよな。味方が倒されました。オッケー。あ、おっと待ってくれよ。あなたのチャンピオンが倒されました。いやウルトもったいなくなっちゃったんだよな。オッケー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 、落ち着こう落ち着こう落ち着こう。いやマジでもったいねえな、ウルトがもったいなくなったん。誰が触ってんのこれ。あボットは腐ってるんでしょう。全てはカードしない。ナイスよかった。おっとそこまで。いやー届かない。本当だよ、メジャー買わなくてよかった。メジャー買ってたら事故やったぞ。今日はついてる。ダメだー、結構スローしてるこの試合。ごめんなさい、なんかミシナさんに似てるってよく言われるけど、俺見ても全然似てねえと思うんだよな。こんにちは。全然全然全然。敵を倒しました。センキチュア。そうね。なんかそれも言われたことあるんだよな。誰々に似てるみたいな、俺なんかよくあってさ、見るたびに全部似てねえの。城田優は無限に言われてきたでしょ。あとミスター B も無限に言われてきたでしょ。無限にでもないか、城田優がダントツなんだよね。であとワンオークのボーカル、これは2人ぐらい。 Thank you subscribe、 トキジクさんありがとう。ナーフされたナーフされた城田優。なんか城田優の画像さ似てんのかなと思っていつも見ると綺麗すぎるんだよな。うん。味方が倒されました。うん、これ落ちちゃうぞ、落ちちゃうぞ、落ちちゃうぞ。敵を倒しました。わあ、ウェップだ。味方がタワーを破壊しました。俺は負け知らず。おとなしくしろ。敵を倒しました。ナイス。キリンスプリン。わーお、グッドだ、素晴らしい。敵を倒しました。ナイス。味方がタワーを破壊しました。どれどれどれ、俺も見たいんだけど。これこれめっちゃ見たいな。味方がタワーを破壊しました。味方がインヒビターを破壊しました。すべてはカード次第。あったことあるな、坊主にするときに、俺がなんか坊主にするとき、雷神帝でやったんだよ。で、なんか雷神帝で坊主にしようと思って、騒いでたら、やべ、父さん入ってきたと思って。で、そしたら父さんお邪魔してますって言ったら、弟ですとか言って、弟なんかーいと思って。むっちゃ、そう、ほんと見た目がすっげえ老けてんの。めっちゃ失礼だけど、超老けてんのね。敵を倒しました。これは、これ本当に失礼なんだけど、
いや俺は録画を見てくれば分かる。雷神の弟の年齢の風貌じゃないんだよ。センキューアルトドネト。ワンネンマンネーマンネーマンネー。配信外だと集中できて勝ちやすいのは分かるけど、昇格戦降格戦は配信でやってほしいよ。スタンビオ俺たちは上がる瞬間下がる瞬間を楽しみにして、お前の配信見てるんだ、さっさとゴールドまで落ちろ雑魚。はいはいはい、通常一発出てねえし。あららら。敵のダブルキル。敵を倒しました。味方がタワーを破壊しました。ほれぼれする。じゃあじゃあこんにちは。どうした？雷神チア金持ちだ。雷神チア金持ち。え、本当に発動してる？いやこれ、え、発動してね？え、発動してね？え、俺初めて知っただ。え、エリクサ発動すんの？エリクサのネタずっと足早いな、これ。え、初めて知った。味方がタワーを破壊しました。え、マジ？あ、そうなんだ。俺コダプトだけのために持ってたけど、コダプト売るときは、あー飲めば